いね。お、行くよ。いってらっしゃい。まるで寒いみたいじゃないか、フードかぶって。なんか焼ける、もう焼かれちゃってるね。ここがいいよね、島に島、うん、空港ここね。南国に来ましたっていう感じがね。いや、恐ろしいほど暑いわ。日差しがやばい、うん。いいな、これやばい。お尻めっちゃやっ、これなんか色吸収してんのかなってぐらい熱い、うん、おし、あのここだけ、うん、お邪魔します。お邪魔します。はあ、何が神。これ昭和の話、昭和か、うん、51年って書いてある。これ分かる意味。あの左の旗は何？水、光、なんだろうね。国旗光って書いてある？どこに？国旗の光って書いてあるじゃん、下に。で、隣は日の丸の明かりでしょ。なんか虫いっぱいいんな。大丈夫だ。まだ虫除けスプレーしてないから。あ、そうなのか。なんか蜂がいっぱいいるかも。嘘。ほんと、これ蜂じゃない？どれのこと言ってるかは分かんない。黒いの、あそこいっぱい飛んでんの。黒いのは蜂じゃないかな。違う？海がすぐそこなんだね。うん。あ、今なんかいた、穴に入ってった。嘘。うん、宮古島はハブはいないから。何がいる？ハゲ。ハゲはいるかもしれない。ほんとだ、アダンすごい ね。石垣はまだアダンなかったのに。
もうだってこんなにいっぱい、うん、あでももう1ヶ月経ったからかな。そうだよ1ヶ月半経ってんだよあれから。あんな海の方から巨岩が流れてきたんだよ、うん、そう運ばれて、うん、すごいね。どんどっとっとどんどっとっとすごいねこれ、うん、こんなのがすごい。一個の岩でしょだって。うわ何今ガサッつった怖っ。誰かいる？ハブはいないよ。何ハゲそのハゲはいる。ハゲはいるかもしんない。いないかもしんないけど。すごいね、うん、誰が建てたんだろうねこの看板。看板ね。オコスコビジーじゃなくてね。不思議だね。うん聞いてみよう誰に。うん？ナミさんとか。うん。心臓マッサージ人工呼吸生き返った。あー蘇った。よかったよかったお元気でした。じゃあ行こっか。通り池2年ぶりだよね。そうなの。約2年ぶり。今緊張してるから。うん緊張ほぐして。どこだっけ。もっと先だよ。まだ先。うんえどこのこと言ってるか分かってる。通り池じゃないよ。違い挨拶する場所だよ。ああもうちょっとだよ。笑っちゃう。本当やだ虫の音。あシナガバチだ。もうねここ8億ない。多い。ちょっとこれで、うん、こうやっていくね。うん怖いから。ハブはいないから。うんハゲはいるけど言ってるし。え言ってるし。言ってろ。言ってるし。そんなこと怒られちゃうよ。誰に。ハゲてる人に。 全ハゲの皆様に。本当だよ全ハゲが泣いたんなっちゃう全ハゲを敵に回してる。うんいや私はハゲを愛してる。急に味方政治家みたいな感じ。なんで。うん敵に回すのはあれだからって言って。あもう平気そう。うん通り池。通り池ここはさ人魚伝説があるんだよね。取って人魚、うん、あ暑い。あ自販機ないわこれどっちがどっちだっけ。あったよね。何どっちとかあんの。何なんだっけ。オスメスじゃなくて。あそうなんだっけ。男女なんかなかったっけ。ああったかもね。うん確かこっちが女なんか穏やかだからみたいな。あそうかも。そうじゃなよく覚えてんね。うんあすごいすごいすごい。何あれ。え何だったの今の。潮吹きね。やっぱ今ちょうど満潮ぐらいだったかもね。伊良部島の下地スーパーに来ました。ここでしか食べられない黒糖アイスがあるので買って食べてみたいと思います。この下地スーパーでしか食べることができない、うん、宮古島産黒糖を使った手作りアイスクリーム、うん、夢の架け橋手作りアイス。タンディーガータンディー。本当？タンディーガータンディー
かな。タンデイがタンデイ、うん、どういう意味なんだろうね。伊良部島限定品。ここ伊良部島、ここ伊良部島、ここ伊良部島。でも下地スーパーなの。確かに下地さんなんじゃない。今気づいた。下地島じゃないってね。じゃあ開けるよ、うん、なんか噂に言うとこれめっちゃカチカチらしいんだけどさ、うん、あ、なんかめっちゃたっぷり入ってる。本当だね、こぼれるこれ。すごいね、蓋盛り上がってたもんね、うん、じゃあ食べてみる。もう溶けてるところから。いただきます。見て見て、シャリシャリ言ってる。本当だ、すごい。なんかカフェオレに見える。カピコのカフェオレに見える。味は黒糖なんだよね。いただきます。いくよ。美味しい。マジで美味しい。固くないんだね。思ってたより美味しい。本当よかった。あれでもさ、これ前回食べたかな。食べたような気がするけどね。こんな美味しかったっけ。いや、わかんない。美味しい。よかった。あの380円の価値ある。めっちゃ黒糖濃い。あのかき氷とはまた違う。やっぱ濃厚だよね。ああそういうことね。うん、あのは今ゴクってしたでしょ。あのみるみる本舗で食べたの塩黒糖じゃん、うん、あれより濃いよ。へえ、うん、塩がない分なんかあれかな。うん、直に来る感じ、黒糖が、うん、いやこれ止まんないですね。よかった、固くなくて。私は一人で食べ続けます。うん、おいしい。こんにちは、サタパンピー4個。パンピー4個、はい、お、伊良部大橋、うん、すごいすごいね、あの高低差ね。なんだっけ、あれ思い出すわ。ベタ踏み坂、うんね、鳥取か、うんね、懐かしいな。うん、お、橋に入る。登るよ、うん、あ、見えるかな。こうやってるとあんまりね、上がってる感じしないんだよ。一緒に上がっちゃってくるな、うん、もう一山あるから、うん、あの山は結構見えるよね、うん、すごい高い感じするよね。そう、うん、あ、すごい。あ、海が綺麗だね。綺麗だ。青い。青いね。赤かったら怖いね。エメラルドブルーだよ、うん、青いっていうかね、ほんとね。あーすごい、うん、うわー青い、うん、めっちゃ綺麗だね。ね、いやこの世の天国だ。これはすごい。これちょっとこの私の目線で見せてあげたいけどさ、これ無理だよね。いけてる？いけない。右も左もほらこんなに綺麗なんだけどさ、やっぱあれだよね、全部ね、ほら360度海、後ろも海、うん、すごいよ。すいません、慎吾さん通っちゃって。すいませんね、海だけ見せたいんだけどさ。今日は天気いいからね、うん、よかったよね。宮古ブルーだ、宮古ブルー。宮古島に入るよ。うん、その線から宮古かな、うん、はい、宮古。何、ヤドカリね。ヤシガニじゃないの。そうだね、ヤシガニだね。ヤドカリ穴大きくないの、うん、はい、宮古島着きました。はい、これからお昼ご飯を食べに行きます。はい。
こっちがソーキそば。うん。何が入ってる？アーサ？これ？うん、いやアーサじゃない。ネギ？ナッパが入ってる。ナッパなんだ。うん。私のはネギ抜きにしたらこうなりました。うん、はい、食べてください。いいの？うん。いただきます。味が染み込んでて美味しい。ジューシーも美味しいな。ジューシー食べてみてね。うん。味がしっかり染みてて美味しい。美味しいしか言わない信号。このもずくがね、さっぱりしていいんだ。今日は暑いからさ、この爽やかなの通り抜けてる海ぶどう食べてみて。味がしっかり染みてて美味しい。同じことしか言わないな。ビールが欲しくなる。生ビールオリオンね。いいね、やっぱ生ビールいいね。うん、缶ビールとはちょっと違うね。うん、今日はねちょっとね昼が遅かったから、うん、軽く夜ははいゴーヤちゃんぽんと、うん、なんだっけこれアグー豚、アグー豚ソーセージ、沖縄風ソース焼きそばです、うん、じゃあ食べよう食べよう。いただきます。いただきます。熱い、めっちゃ暑い。ここ外だからね、うん、屋台村に来た。はい、初めて来たね、シギラリゾート、うん、いただきます、はい、じゃあまずゴーヤからお決まりの。そうそう、いただきます。苦い。苦いんだ。いいね。その表情。苦いよ。食べてみて苦いか。ゴーヤどうや苦味。いやめっちゃ苦いんだけど。苦味たっぷり、うん、うん、いいよ食べて、まだいるはずだから、うん、美味しい。食べて。うん、おいしい。じゃあグー豚食べるよ。うん、これなんか2種類なのかな。ね、そうっぽいね、長さが違う。
人それぞれ長さが違う、うん、長い方あ、味濃い。うん、うん、辛い。あ、辛いの？そっち処理層系か。辛い、めっちゃ辛い。大丈夫、うん、飲み物食べて。どっちを？長い方、辛い。あ、めっちゃ辛い。ヒーヒーですよ、ヒーヒーハー、うん、うん、辛くない？まだ来ない。うん、二分じゃない、微妙にね、ピリ辛。まだそんな、ビールは進む。言いたいだけでしょそれ。じゃあ短い方。うん、これなんかヘヘヘヘギさ、すごい。味違う？うん、全然違う。こっちの方が好き、辛くない。うん、おいしい。じゃあ焼きそば、うん、なんだっけ、沖縄焼きそば、沖縄風ソース焼きそば、んソース焼きそば、ソース焼きそば、いきます。多分麺が沖縄そば。あ、そうだね、沖縄そばの焼きそば。あっさり。いや、そうなんだ。うん、あっさり。見た目はね、濃そうなんだ。うん。タラガワの特選琉球王朝泡盛6買ってきました。飲みたいと思います。うん。そうなんだ。意外とまろやか。なんだ。こんなにまろやかなんだ。へえ、うん、いいね。まろやかなんだけど最後にこの鼻に抜ける青森の香りがね、とてもなんか、まあ高貴な香りって言ったらいいのかな。さすが琉球王朝っていう名前だけはある。いいです、おすすめ。うん、おいしい。いや、今夜は次回は宮古島最大のリゾート施設シギラリゾート初体験、サンゴいっぱいのビーチでシュノーケリングを楽しみ、宮古牛を堪能。お楽しみに。通り池からチャンネル登録よろしくね。